はい、皆さんこんにちは。カタリルームのカタリーです。ファイナルファンタジー10 HD リマスター版続きやっていきたいと思います。ガガゼットさんからですね。今日は山登りをしたいと思います。で、アイテムどうしようかな。大丈夫そうかな、このままで。フェニックスのまあやっていきましょうか。行きましょう。で、まあ行くだけなので、もしかしたらちょっとまた倍速とか使っていこうかなと思うんですけど、様子見ながらねやっていきたいと思います。あの宝箱はどうやって取るんだ。ここか。お、2万ギルだった。通ってよかったわ。結構ね、こういろんなもん落ちてたような気がするんだよね。おお、ヴィラン、しつこいっつーの。低い声ですね。しっかりと応援してくれてるみたいですね。ここにもあるんじゃない、宝箱。違うかな。あ、こいつらか。あ、そっか、リュック今倒したのね。いいね。カタリーでもいける？ここはリュックで倒しちゃおうかな。これ3回攻撃すると爆発しちゃうんでね、ちょっとめんどくさい敵なんでリュックに任しちゃおう。あれ？ダメだった？分取りじゃないとダメなのか。あ、でも終わるわ。取り逃さないようにいろいろやっていきたいと思うんですけどね。よし、これはね、また何かいろいろやってきそうでめんどくさいんだよね。で、リュックのこれで、じゃあ、あとはまあ適当に行きますか。アーロン、うん、アーロンがすごい弱く感じるわ。決まり。ブンドル、あ、ガードしてる。手を挙げたら何だったっけな、忘れちゃったけど、魔法使ってみますか。
けそうっすね。ルール、これで全員かな。OK、 捕まえられなかった。まあいいや。でこれが気になりますよね。何だったっけな、これ。さあどうしよっかな。敵がね、めんどくさい敵が多いんで、ブリザラ、あれあんま効かなかった。マジで。どうしようかな。リュックでぶんどらないと倒せないかな。あ、ダメだ、ぶんどらないと。じゃあカタリで、で、輪っか、あと1回で倒せるかな。ミックのブンドルでいけたね。さあどうしようかな。ちょっと戦闘が多いですね。サクサクと進めたいんですよね。まあここまでちょっと見に行ってみて、ここで力尽きた召喚士やガードたちの墓標よ。ここまで来て結構ね、あちこちにあるんですよ、これ墓標が。ちょっとエンカウントなしにしますかね。長いんですよここなので、ちょっと撮影のために、エンカウントなしにしてみます。サクサクと進めつつ、いろいろね回収できるので、そこを回収していきたいなと思ってます。あ、これだ、アーロンの多分最後ですよ。最後見ていきましょう。ブラスカのスフィアでした。見てみる。上邪魔っすね。やあユーナ、元気かい。このスフィアを見るとき、お前はいくつになっているかな。アハロンが後ろで、きっと母さんによく似て綺麗になったろう。せめて一目でも。ああそうそう、ジェクトやアーロンもみんな元気だ。父さんたちはとても愉快に旅しているよ。もちろん楽な道じゃないが、後悔はしていない。なぜって、これこそが父さんの道だからね。だからユーナも大きくなって、自分の道を見つけたら、やるべきことをやりたいように頑張ってみなさい。そうすればどんなことでもきっとうまくいくさ。いいかいユーナ、ユーナの未来を作るのはユーナなんだ。思い通りに生きてごらん。いいお父さんですね。どんな道であろうと父さんは応援するぞ。父さんはいつもお前と一緒にいるよ。なんかジェクトとアーロンが気になる後ろの。さてオーバードライブ技最後思いましたね、ただ操作方法がわからないのでうまく使えないと思います。これでジェクトのスフィアは終わりですね。じゃあ進んでいきましょう。ここね、前より安いんですよ。これまた墓標？この山で命を落とした召喚士は異界送りされないの。そっか。なんで？
別の召喚士がいないと誰も送れないでしょ。ってことは何人かは魔物になってこの辺りにいてもおかしくない。ユナは大丈夫だけどな。そうね。なかなか悲しいお話がいろいろあるわけですね。行きましょう。ここかな。なんか行き止まりのとこ。あ、宝箱ありました。まあ一本道なんで迷わないっちゃえば迷わないんですけど、こういう宝箱の取り残しとかがね、結構起きやすい場所ではあるんですよね。こっちはなんだ。あ、こっち今来たやつか。この上の地図を見ながら歩ってんですけど、結構迷いやすい場所ではあります。ただし一本道です確か。お、これはね声をかけた方がいいでしょう。気になるでしょ、ずっと追っかけてたの。この子ずっとチラッチラッと映っては走って逃げてって繰り返してたんだけど、その謎がねそろそろ解けてくると思うんですよ。はじめまして、ユナ様。僕、ワンツって言います。今まで何度か会ってますよね。あ、ユナは知ってました。今日は逃げないのか。うん。兄さんの代わりにちゃんと仕事しないとね。旅の商人23代目大若屋、知ってるよね。お前、あいつの弟？うん。兄さん、ユナ様を助けに来たがっていたけど、反逆者に協力した罪で、ジンに捕まったんだ。捕まってるんだ。俺たちのせいか。でも兄さんは後悔してない。だって捕まる前に言ってたしね。自分の代わりにユーナ様を助けてくれって。どうしてそんなによくしてくれるんですか。それはほらそんなことを気にしてる場合じゃないだろ。え、まだ裏があったっけ。僕の仕事やらせてよ。大若屋よろしく。さて見せてもらいましょうか。大若屋ダブルエッジ先生。あ、これちょっと欲しいかな。欲しいけど、あ、金がないのか。欲しいけど金がない。あ、これいいな。ダブルペナルティ、睡眠沈黙。うん、魔法ブースターいいけど金がない。貫通物理攻撃、あーいいな。薬の知識いいね。さすが大若屋だね。ゾンビ防御、マルチガード、ピンチネイスト、魔法防御、ユーナか。まあちょっと買っておくか。装備はしてもいいか。あとアロン、なんかゾンビ系の防御ってあるんでちょっと買っておこうかなと思います。お兄さんのご無事祈ってます。ユーナ様こそお気をつけて。はい。大若屋よろしく。アイテム見せて。聖水あるし、まあいいでしょう。じゃあ行きましょう。どっちだ。こっちか。弟だったんですね、大赤屋の。なんかまだ裏がありそうでしたね。覚えてないですけど、どっかで出てくるのかな、そういう話。ここはね、ほんと戦闘しながらだとなかなか前進まないので、今回こういう政策を取らせていただきました。せっかくある機能なんでね、使わせてもらおうかなと思ってエンカウントなしを使ってます。
ここまで来て倒れるのは悔しかったでしょうね。ただし、イベントものはね、確か、ちゃんとエンカウントしたと思います。このチラチラしてるのがこれのことか。じゃあ次こっちかな。お、セーブスフィアがあって、待って待って、こっちだ。この先ボス戦だったっけ、わからない。回避カウンター、ちょっと装備を変えておきます。ボス戦だと捕獲しても意味ないからね。先駆け、まあいいか。あとなんだ、リュック、もリュックは捕獲、あーどうしようかな。即死攻撃結構いいんだよね。魔法攻撃プラス3、物理攻撃、あと何だったっけ、アーロンがあれか、捕獲いらない。まあこんな感じでいっか。さて行ってみます。違った、やっぱボス戦だよね。確かボス戦があったような気がするんだよな。それっぽいですよね。山越えたらサナルカンドだよ。分かってる。ユーナ、究極召喚手に入れちゃうよ。分かってるよ。私何も思いつかない。俺もだ。どうしよう。なんとかなる。今の俺たちは何も知らない。このままじゃユーナを助けられないけど、ザナルカンドへ行こう。行けば何かわかるって。きっとそこから始まるんだ。すごい自信。へえ。ん？今頼れるエースって感じしたよ。ザナルカンドエーブスのエース。最初から言ってんだろ。あはー。いいコンビだよね。あ、おっと、なんでこんなところに。ジェクトの息子か。リュック、先に行ってアーロンに伝えろ。一人で戦う気？いいから行けって。とにかくみんな呼んでこないと。ここで初めてジェクトの息子ってバレんのか。死の安息に沈め。貸してんじゃねえよ。発光をつけるな。みんな来ました。ユーナ殿、お久しゅう。ユーナ、異界送りか。あ、同じこと言ってる。その前にロンゾの生き残りに伝えたいことがある。生き残り。実に勇敢な一族だった。私の行く手を阻もうと捨て身で挑みかかり、一人また一人。おお。バカな。決まり。そのロンゾの悲しみ、癒してやりたくはないか。何を言いたいのです。彼を死なせてやればいい。悲しみはつゆと消える。スピナ、死の螺旋にとらわれた。
悲しみと苦しみの大地、すべて滅ぼして癒すために私は神になる。神になろうとしてるんだ。あなたの力によって私と共に来るがよ。ユーナは死に、シーモは神になるってことですね。お前の父も救われるのだ。うわ、そこまで知ってるんだ。お前に何がわかるってんだ。お、なんか出てきた。哀れなものだな。だが、その絶望もここで消える。あれ、これどうやって倒すんだっけ。もしかしたら負けちゃうかもしれません。ちょっと倒し方覚えてないぞ。なんか変なやつだったような気がするんだよな。とりあえずマジックブレイク入れてみるか。2つなんかありますね。ガードされたリュック、ブンドル、エリクサー取れた。滅びの槍ってなんか死ぬんじゃなかったっけ。あ、これだ。ゾンビ防御必要だったの。あれいつで殺される。ここはユーナで復活させるか。あ、なんか喋れる。それでゾンビ防御は必要だったね。とりあえずみんな1回ずつはやろうかな。キマリもなんか喋るんじゃん、もしかしたら。話す。うわー、7万もあんのか。キマリはお前を許さない。ロンドの怒りが宿った槍で撃ち滅ぼす。おお、キマリ攻撃力アップ。うわっか、集中攻撃受けてますが。またアレイズですか。ユーナが喋れないじゃないか。で次、ルール、魔法はどれもあれなのか。しかないもんね。これは集中でとこ。ユーナもいるし。で、あと誰？アーロン。アーロンのこれ。多分できないだろうな。ちょっと試してみます。おそらくできないでしょう。ボタンが分かんないからね。おお、どんな操作だ。 A ってどれだ。まず A が分かんなかった。90だって。じゃあユーナ喋りましょう。スピラの悲しみを癒したくはないのか。滅びの力に身を委ねれば安らかに眠れるのだ。あなたは逃げているだけです。お、魔法防御アップ。わっかね。オーバードライブ技久々に入れてみますか。最初はどれでもいいや。よし、バッカのオーバードライブはね、強くできるんですけど、なんだっけ、スポーツをやんなきゃいけないですね。何でしたっけ。ブリッツボール。
まあちょっとやばくないか、一気にやられそうだぞ。あっぶねあ、ほどきのやりレーズでやられちゃうんじゃないのか。もうあ、負けました全滅しましたはい、今回はここまでですね。ちょっと対策と傾向を考えないといけません。ということでね、この辺で終わりにしたいと思います。終わりにしなきゃいけなくなっちゃった。困りましたね、どうしましょう。次回でムービーは飛ばせないので、また同じムービーを見ながら、戦いを挑むことになると思います。まあしょうがないですね。今回はここで終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきましてどうもありがとうございました。